アメンにとんでもねえ許可が入った。みんなこれやばいぞ、これ倍率がもうバカ、これ見て、100倍から500倍になったわ。500倍って何500倍ってなんだ。片側倍率で500出るから、もう何でも乾燥しちゃうやんこれな、どんなキャラでも乾燥しそうな感じあるけど、使っていこうか。でも今日は本当にマジでお遊び、マジのお遊び動画だから、もうちょっとダンジョンとかもレベル10でいいですか。で今日さ、あのこのアメンの動画撮るためだけに1体買ったんだよなもう1体75万モンポ買ったわ、この動画のために買ったわ。でまあこの円柱神、この柱神がなんか強化されてて、こう武器というか、まあスキルとか情報修正されてると、 50% 以下で500億、いいね。 50% 以下か、ちょっと難しいかな条件的に。だからちょっと調整せんといかんないけど、ちょっとさ、これさ 50% 以下の自称系欲しいね。自称系のさ 50% でさ、出ないモンスターみたいな、50% でさ、以下でさ、出ないかな。みんな、バツ丸持ってきたわ。バツ丸でさ、HP1 にして、もう、ボスで、500億ぶっ放していこうと思って、やっていこうか。よし。で、まあ、もうパーティーは適当に組んできた。めちゃくちゃ適当に組んできたんで、やっていこうか。よし、やっていこう。で、これね、パズルがめっちゃ難しくて、これ、アメンパズル。昔からあるんだけど、10コンボちょうどだから、あれか。ちょっと待って。10コンボちょうどってことはさ、確定であれか。欲しいじゃん、あれ、10コンボ場面。ちょっと待って。これ、パーティーがよくね、一回やってみっか。で、7秒固定。待って。7秒固定。ダメだ、これ。8コンボ。うわ、これ待って。一回さ、ちょっと待って。HP 高っ。155万。一回ごめん、ちょっと待って。一回さ、これでさ、この武器でさ、確定10コンボ盤面の武器持ってきたんだけど、この武器乾燥するんちゃう？この武器もしかしたら乾燥するぞ、これ。一回使おっか。エンマを持ってきた。覚醒エンマ。これ持ってきて、で、こうして、これで、いけ、これで、8、9、10、来た、これで、うわ、乾燥してるわ。武器が乾燥してる、嘘。やべえな、これ。ちょっと待ってよ。マジで、待って。乾燥するか、乾燥しないかやん、これ。乾燥するか乾燥する以外かやん、これ。俺以外かやん、これ。ちょっと待って。一回これつけてきた。追撃つけて、バレリアでスキル持った。確かさ、バレリアもなんか、調整入ったね、これ。スキブなんか12個だっけ ?6、8、12個だ、これ。やばい、これ。で、あと4ターン。一旦さ、90万ある。HP90 万あるし、耐久していこうぜ、これ。これでどんどん耐久して、で、これ貯めていこうか。これを貯めて遅延も効くんだ。オッケー。じゃあ遅延効かして、これでさ、遅延効かしていこうぜ。オッケー、溜まった。いや、レベル10クリアしてんな、これ。で、これを打ちまして、オッケー。これでさ、これでどうかな。あ、でもダメか。10コンボちょうどか。あ、でもいいのか。これ遅延効いてるからいいのか。追撃組まんといかんと思ったけど。あらら、9コンボでした。これ確定じゃないんだ。9。ダメだよな。マジでこれもう、すごいな、このリーダースキルやっぱ。いつ見ても。これでどうだ、いけ！これ1。武器が1の4とか5とか。これだけど、235万。すごいな。1から230万。で、これで、これで倒せると。まあ、これで倒せると。OK! いいね。あと2階層ある。嘘。待って。
武器もっとつけたらよかった、これ確定の武器。うーそうだ、ちょっと待って、これはいけるかな、これはいけるかな、こうして、待って待って、あぶねえ、下手くそ。これでさ、銃でカンスト。すごいすごいパワー、パワー系男子、パワー系男子で、ネギ、ネギか、これ一回打ってみる、これドロリフしてみる。あ、回復力も上げとこう、回復力も上げて、まちょっと待って、これダメだよな、これ打つしかねえよな。ちょっと待って、でもさあ、いいよ、これランダンできてほしいね、これランダンできてほしいな、これで、これでカンスト。わ、待って、非半減なのに、もう強すぎこいつら。みんなこれさ762今したんだけど、10コンボいけるかな、これちょうどでしょ、でも数えればいけるはず、数えればいける。あ、ちなみに鼻声です、めちゃくちゃ風邪ひいてます。めっちゃ風邪ひいてて、鼻声なんですわ。で3、4、な、秒数が少ないです。あー少ない。8、8、あーこれむずいわ、7秒パズルか、むずいね。あ、待って、2ターン続いてる、待って、チャンス、ビッグチャンス。1、2、3、4、5、6、7、8、9、あ、9、9、な、何が9、9やね。何が9、9やね、全然無理やん。ちょっと待って、これ一旦待つわ。これでさ、10コンボ盤面引きてえな、ちょっとこれ引けねえな。これで、まあ、これが遅延効きます。でここで10コンボ出して、あこれちょっとむずくない？10コンボちょうどって、やっぱ確定値しか無理じゃない、これ。コンボ加算か。あ、そうか。コンボ加算がある。なるほど。これコンボ加算でいけるのかな、これ。何コンボ加算とかでさ、ちょっといけそうじゃない、これ。ああ、そういうことか。それで乱数調整してって感じか。なるほどね。なるほど。OK。これで、まあこんな感じで。いっぱい追撃してさ、あ、待って、あ、もうね、これで2回あと12ターン耐久はできそうだな。回復力も上がるし、あるしね。でこれ打って、でこれで、まあ、パニック、パニック、やっちゃった、なあなあなあ、下手すぎんだけど。油断禁物。7秒ってほんときつい、7秒ほんときつい。ちょっと一回さ、この盤面で組んでみてもいい？ 7 秒でしょ。いや、なんかランダンでありそうだな、これ。で声がもうガラガラです、もうほんと声がガラガラになってきた。大丈夫か。でなんか盤面ありないわ、これ5個出しないわ。うわー、ダメか。ちょっと一回パズル練習してもいい？1回。あ、でもいい感じじゃない。ごめんなさい、ごめんなさい。いい感じじゃない、これ。いい感じに組めてんな、でも。あー、でも難しいな、やっぱ。7秒って割とない。割とないね。なんか、あれかな。ダンジョンとかで、難関ダンジョンとかで、指現象食らってるぐらいの感覚かな。それぐらいの感覚かな。激減とかじゃなくて、半減とか食らってる感じ。ああいうイメージ。9、17、9。これでもね、無限耐久できるんですわ。無限耐久できるんで、こっち。これで耐久して。あれ、痛い。待って待って。痛いよね。痛いよ、これ。俺、待って。俺、レベル10もクリアできひんの？なあ。俺、レベル10もクリアできてんのか？え、そんな弱いっけ、俺。弱いか？俺、そんな弱いのか？俺そんなザコザコプレイヤーなのか。ちょっと待って待って待って。みんな、レベル5だったらいけるはずだ。レベルを下げることも大事。やっぱりね、こう、人生レベル下げるのも大事かな。
こう高いレベルだばっかりやっててもさ、結構ストレスかかる、ストレスがかかるだけだし、たまにはね、たまにはこうレベルハードルを下げるっていう、まあハードルを下げる のも大事かなと思って、ちょっとこれ OK、 これでやっていこう。これでやべえ、ちょっと待って、ああいいね、斜めが入れたくねえな、あ、斜めあんま入れたくねえな。これでまあ完走すると、素晴らしい。2回で、これ何、ホワイトホーリードラゴンね、これ打っていこう。でこれ、まあ、ちょっと色を確認、あれして、この光を見ると、光かどっちかの色を見ると組みやすいよっていうね、これ豆知識で、ね、蓋をして、あ、ボス来た、勝てるぞ、みんな勝てるぞ、これ真田幸村、勝てる。6コンボ吸収、何してんだその6コンボ吸収、とんでもねえ弱点だな、それ全然無理だぞ、全然それ弱いよそれ、 6コンボ吸収。ちょっと待って、これ使いて、この一旦これさ 50% 以下、あーそうか 50% 以下、ちょっと待って、一旦さ L 字とかある、 L 字、あーある、 L 字組んで、これでさ、それがお前の本気、待って、今から本気出すんや。あー待って、これさ、これ使いてえよな、500億、動画映えを考えてちょっと使いてえんだけど、ちょっと待って、一旦これさ、え、盤面良さげじゃないわこれ、あんまり全然良さげじゃないわこれ、ちょっと待って、怒っちゃったけど大丈夫これ、あ、弱っ10万しか食らわん、クソ雑魚やんこれこれ一旦これ打つわ、で多分なんかいい感じになるまで、調整、ダメ調整です、調整です、よし、来た、これ打てるんじゃねえか、来た、500億、こっちもたまったんで、打っちゃえ、で6か所あるな、あるよ、さすがにあるな、で光もこれ非光だから属性が、これ打って、でミスんな、7秒絶対ミスんな、いきます、いけ、オーバーキルしろ、オーバーキル、 HP もゲージもいっぱい削れ、いけ、500億、おお、すごい、やったぜ。なんかちょっとダンジョンだから達成感がねちょっとダンジョンが簡単すぎて達成感がないな。いやでもさ、これむずくない、普通に使うの、アメン使うのむず、ちょっと待って、これはちょっとね、さすがになんか難関ダンジョン、未知の申請とかさ、再臨の調整とか10億とかそこら辺のとこ行くの無理だな、さすがにちょっと無理なんで、まあロマン砲かな、超ロマン砲って感じやな。おお、いいね、500億ちゃんと出せたわ。いやー500倍か、インフレというかもう次元がちげえこいつはこいつは全然もう次元がちげえな、500倍か、に、え、500倍かける500倍だから何倍これ、1、10、100、1、10、100、1000、万、10、25万倍、とんでもねえな、もうバカです、もう亀、火力しか出んこの子、すごいね、まあ、武器、ワンチャン武器がね、これなんか 50% 以下の調整にできれば、 HP 調整できれば500億出せるし、まあなんか第三属性とかあるキャラにつければめっちゃなんか強そうなんだよな、ゲトーとかでも、まあ、ワンチャンかなと思うけど、500億出せて、まあ新境地のさ V 破壊とかもできるなと思ってるし、なかなかいいキャラだなこれ、結構好きだねこれは。じゃあね。